稲葉正勝は、江戸時代前期の大名、老中。日立国柿岡藩主、下谷国猛家藩二代藩主、相模国小田原藩初代藩主。正重家稲葉家、宗家二代。母は、春日局。おいに、堀田正盛。母が三代将軍、徳川家光の乳母となったことから、乳兄弟として幼少時より家光に故障として使え、将来を期待された。 元那七年、諸院番頭に任じられる。元那九年に年寄り衆に任じられ、寛永元年には、日立真壁軍に五千国を加造され、それまでの所領と合わせて、柿岡藩一万国を領する大名に列する。同時に、十五位した、丹後語神に助任した。寛永元年、越前福井藩の松平忠直の海役及び、松平忠政の天保に際しての行動により、 幕府より懲罰を受けた父の正重を、治療内にて預かる。名目上の扱いは禁止処分であったが、正重は官営4年2月には、正勝とは別に、下野家儲藩二万国として復帰した。その後も父の医療を相続して、下野家儲藩四万国となるなど数を重ね、展望し、相模小田原藩を八万五千国となる。官営九年には、 日後国熊本藩主、加藤忠弘の海域に際して、熊本城接州の福祉を務めている。しかし惑星での激務が凍らえたのか、官営十年の夏頃から吐血するなど体調を著しく悪化させ、翌官営十一年に死去した。去年三十八、次男、生息が後を継いだが、未だ幼少であったため、母方の叔父の斉藤理衆、ついで老いの堀田正盛が、 冒険人となった。死の直前、徳川忠長に仕えていた弟、正俊が忠長の海域に連座して、入る処分にされることを知ると、死の床に伏していた正勝は、最後の気力を振り絞って幕府に懇願し、宴席にあたる細川忠利の熊本藩への流刑を求め、さらに遺言で、忠都にあてて五十貫目を託し、正都が謝面されるまでの保護を依頼している。 ありがとうございます。